げでーす。ベンチまで。おー。ええ感じだ。おいしい。今日はバンクボールズというあるライトのポイントに来ました。波は頭から頭オーバーぐらいで、たまに中分もあるのでサーフィンしていこうと思います。で、昨日からビッグファニングがメンターワインに来てるので、もうすでに海に入ってるんですけど、一緒にサーフィンできたらなと思います。ではやっていってます。How's it looking today? Yeah, it's pumping. Yeah. We're out there. Ricky smoked everyone in Uno last night. And now he's going to take all the waves. Good morning. Good morning, mate. How are you? Very good. How are you? Good. Are you excited? Yeah, so excited. Me too. Let's take a go. Ass out! Get in there! This one! Yeah. This one out the back. Hopefully you get some waves. Oh, hopefully I can get in there. Whoa! Whoa! No way. あ、昨日まで結構嵐で、あのサーフィンあんまりできてなかったんですけど、今日結構あの天気も回復して、この波も頭くらいのあるライトのポイントに来てるので楽しみです。で、今日乗る板は2023年のヘイデンから出た新しいモデルなんですけど、リプトツインピンです。ここは5-3を乗ってるんですけど、めちゃくちゃ調子いいです。これから試していきたいと思います。ここはフィン、立ってるフィンを使っています。
朝のセッションを終えて朝6時半からやって、今ちょうどもうちょいで12時になるところなんですけど、で朝はあのヒップとツインピン乗って、で途中で波結構あの意外とあったので、あのヘイデンシェイプスの後方とに変えてサーフィンしてきました。で結構中分終わって1本いいの乗れて良かったです。なんかみんな朝結構いい波乗れてまた戻りたいって言ってたから、多分またバンクウォーク行くかなと言ってました。ちょっと休憩して体力貯めて多分戻るかな。波良くなりそうなんだね。波夕方多分風止んで多分良くなると思う、いつもの感じで。サイズも上がってきてたの？サイズは朝頭で頭くらいで、潮引いたら結構頭オーバーとか来てたんですね。今からみんなでまた朝一やったバンクウォールズに戻ろうと思います。波は今日の朝結構なんかばらけてて難しかったんですけど、夕方また風が止んで多分波ももっとまとまってくると思うので、みんなで中部攻めていきたいと思います。Even Rory's here and he's not even coming.